今回のチャルロスだえ。俺の親父が作った車だ。別れの言葉はなしか。ちょっと何言ってるか分かんないんだけどさ。わーいやうわさおい。いや本当に何言ってるか分かんないんかーい。あー分かりましたって言われた。おっさんの会話みたいになるね。ただいまだえ。あ、おかえり。待たせたな。安心する、安心する。待たせたな。声がいい。戻ったぜ。おい、声がいい。何声だろう、これ。あ、いい声してる。ありがとうな。ね、普段絡めないのに、衛生界でこんなの嫌なんだけど。ふぅ、リコちゃん。全然絡めないのに、衛生界。新世紀末のドラマ。頭が痛い、どっかで聞いた。やだ。ふぅ、リコちゃん。わかるでしょ。わかる、やんじゃないよ。え、衛星外で横でなんかつけてる映画とか。いや、つけてない。え、よくできるね。私絶対衛星外で作業するときワイスピ見るよ。ワイスピチョイスがワイスピなんだ、そこ。今東京ドリフト、ワイスピ好き。今全部見ようの会会長してる。ワイスピ好きだったら、うん、ねえマルコ、私たちの新しいメカニックの本って多分テンション上がるわよ。え、新しいメカニック来てみてほしい。それ本当か。そう、あのね、まだね、従業員の子に見せれてないから、お客様にも招待してないんだけど、ギャングとハングレだけが働いてる私のメカニックがあるのよ。何ギャングとハングレだけが働いてる。俺はファミリーだけを大切にする。こいつは俺の親父が作った車だ。だけど俺はこの車が怖くて乗れないんだ。別れの言葉はなしか。あ、出た出た。本物だ。テンション上がるよ。ちなみにここにある、この位置的なことじゃないよ。え、下にあるってこと。え、こっから入るの、もしかして。違う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 、位置的に。違う違う違う、どういうこと、どういうこと。位置的に、だからどこから入るの。入るのはこの下にあるってこと。あ、そういうことね。下るの家覚えた。ここだよ、ここ。それマルコです。ここ、ここマルコの家。そう、よくここでね、コントを繰り広げてんの、マルコと。あ、そうなんだ。そう、よく出会うから、ここで。俺が一番好きだったコントはね、これ。マルコ、お前に大事なことを、お前、ギャング入りたいんだよな。はい、ギャングに入るために大切なことってのはな。ってのをしっかり、ってのをしっかりね、ちゃんとそこら辺大事にしないと。やっぱりギャングに入った時最初に言われるのはってことをよく言われるからな。ブツブツするこれ。それ言われた時の対処法がな、まずあのしゃがで丸めてポイだ。私が相手だったら多分普通に切れ散らかしてるな。切れ散らかしてる。ちなみにこういうのいつもここでやってる。でも相当昔からこの子ギャングに入りたいって私話聞いてたけどさ、まだ入ってないってすごい、ね。うん、まだ言ってるよ。なんか希望な場所とかあるの。教えてくれないんだよ。でもそれはどうする。これでアンブレラだったら、ま、いやでも実力でスカウトされたいんじゃない。これでアンブレラだったらどうするね。まあアンブレラだったらまあそういう態度、うん、だってここに拠点買ってるってことはさ。いやそれは多分たまたまだよ。聞いたらマルコに入りたいところ。え、入りたいところどこなんですか。ちゃんとした言葉で伝えることはできないんですけど、ちょっとだけじゃあ、ちゃんとした言葉でお話しするんで聞いてもらっていいですか。はい、まず最初の頭の文字が、うん、もう確定。うまいな。なんですけど、ああ、ああ、今現状の関係がこんな感じで、うん、はい、うんうん、あ、いや気になる。で、最近ちょっとボスの人とお話しする機会があって、うん、で、なんなんよ、何もわからないっていう感じです。くそー、だったらいけそうだわ。あ、本当ですか。だったらいける、いける、頑張れ。いけますかね。いいね、ストグラ漫才、いいね、ストグラ漫才。いいね、これ。その状況でいける、いける、頑張れ。私のね、この世界にしか通用しないネタが一個あるんだけどさ、うん、ちょっとそれを伝授してあげよう。ちょっと何言ってるか分かんないんだけどさ。わーい、うわさ、おい、出しやろうぜ。いや、本当に何言ってるか分かんないんかーい。これ、これどう、これどう。絶対できないと思う。これどう、マルコ、マルコ、お前にやる。マルコ、お前にやる、これは。さつけられてるわ。うん、本当に何言ってっか分かんない風にすんのが大事。いやマジこれさ、本当に本当に何言ってっか分かんないんだけど、あじゃぼうじゃあじゃたるたる。あ、マミヤから電話来た。あ、来た。マミヤーン、すいません、はい、ごめんね、何回も電話しちゃって。いえいえいえ、ジェット機修理してほしいんだけど。はいはい、場所どこでしょうか。BMC の前。
これじゃすぐ行きますお願いだい。豆やんはいいやつ本当に。豆やんでもまだなんか奥さん探してるって言ってる、知ってる？あ、でも戻ってきたって言ってたえ。え、誰だったんだろう奥さんね。お待たせいたしました。ありがとうだい。久々に見たな。お世話になります、豆やんです。元気？豆やん元気です。ごめんな豆やん、奥さんは帰ってきました誰よ？ダミアンって言います、よろしくお願いします。教えてくれるじゃないか。おい、チャル。教えてくれたぞ。なんかそんな感じのあれだなと思ってたんだけどね。ダミアンなの本当に？はい、ダミアンです。目玉焼きにケチャップかけたら頭ぶん殴って出てった。そんだけでぶん殴ってくる。結局じゃあ何、あの中は仲直りはしたの？仲直りしてますね、はい。もうラブラブしてます最近。マメヤンがなんかすごいイチャコラしてんの見てみたいな。ちょっとディープキスとかしてんの見たいな。一瞬めっちゃ切られましたよ、普通に。こんにちは、だえ。豆やんからね、奥さんを探すの手伝ってくれって以前言われてて、うん、すごい今、そう、奥さんのことを自慢してたから、豆やんが私たちに。そう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 、うん、なるほど。そう、いい嫁、いい嫁がいるって。すごい自慢してた、ダミアン。豆やんは、うん、すごい自慢してた。まあでもラブラブそうでよかったい。うん、これからも末永くラブラブでいてほしい。もしもし、はい、豆やん。いや、豆やんよ。はい。あの、出張修理。はい、どこでしょうか。ちょっと透明なんだけど、いいかい。大丈夫ですよ。はい、どこでも大丈夫ですよ。3054ある。3054。はい。で、あの、洞窟あるわ、洞窟。鉱石とか掘る場所。あ、はい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 。そう、あそこに止めてあるから、ジェット機がまた動かなくなっちゃった。あ、わかりました。それを直したらいいんですね。うん、お願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。豆やん呼んだい。お、ヘリできた、豆やん。豆やん、かっこいい。豆やん、やるな。てか、豆やん、また呼んだの。いや、もう、わっちの行きつけだよ、豆やんは。すいません、また着地ミスっちゃったえ、はい。あ、なるほど、大丈夫ですよ。すごい言いにくいんだけどさ。はい。夢の世界で最近買った、まあまあ高いものじゃない。ちなみに私は服買ったんだけど、豆やんは。夢の世界だったら、霜降りの2000円の牛肉です、ね。ここ半年くらいほとんど何にも買ってないですね。へえ。なんかじゃあ真面目に服って言ったら恥ずかしいじゃん。そうですね、ちょっと恥ずかしいですね。豆やん嫌い。そうです、そうです、冗談ですやん。なんかさ、豆やんと博士が会話するとマジでおっさんの会話みたいになるね。なんかお父さん思い出すわち。豆やんはすごいんだよ。豆やんはね、カジノから JTS まで2秒でワープできるから。いや、おもろいんだよ。なんか豆やんがさ、カジノで白い洋服着てさ、接客してるのを見て、わちしたち出たのね、カジノを。で、直行したの、JTS に。じゃ、JTS 来て、ガレージがガーってやったら、中から豆やん出てきたんだよね。じゃ、豆やんもしジェット機買ったらちょうだいね。ああ、わかりました。わかりました。ちょっと今のノリツッコミ俺が恥ずかしくなるからやめてよ。最後のはあっちがノリノリで言ってきただけだぞ。あれ、いや、博士が悪い。おっさんにあのふりをしたらああいう返しが来るって分かんないといけない。いや、なんちゃらやないかーい。なんかなんて言うんだろう、一言で言ったら焼酎って感じだった。ハイボールとかレモンサワーとかじゃない、焼酎。うん、熱感。